元ゴーストライター新垣隆は18年間佐村河内守の代わりに曲を作り続けた。頼み事をされると断れない性格で罪悪感を抱きながらも曲を作り続けてしまった。初めは息抜きで作曲しすぐに辞めるつもりだったが、佐村河内の影響力が上がりすぎて誰にも言えなくなった。週刊文春に自ら告発した理由は、罪悪感が限界を超え人々を騙している気持ちになったから、どんな無茶な仕事でも頼まれると断れない性格のため、雑誌のグラビアをオファーされて引き受けたことがある。花クワガタや壁ドン、セーラー服コスプレをさせられたりもしたが、みんなが喜んでくれるからやってよかったと語っている。現在は大人気バンドジェニーハイでキーボード担当として大活躍している。